帰りなさいませ、ご主人様。うん、こちらへどうぞ。お帰りなさいませ、ご主人様。週の真ん中、水曜日夜8時になりました。YouTube ライブ八ロケオフィシャルチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かって以上、はちみつロケットです。今夜も、今夜はね、はい、8時まで八ロケにお付き合いください。さーい。じゃあ、サイ、サイ、ほら、サイ、サイって、あれ、待って、今、ちょっと今、え、サイ出たの誰？はーい、はい、誰？どうした、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 誰？サイ。え、大丈夫？今日大丈夫？全国5000万人の花山推しの皆さん、こんばんは。やば、何個行ってきた？何個行ってきた？え、ハリマはどこやった？ハリマは？ハリマは？ハリマはどこ食べた？ハリマはここにいるよ。ハリマはここにいるよ。ハリマはここにいるよ。そう、ね、ハリマさんは今日、はい、スケジュールの都合によりちょっとお休みなんですけど、はい、今日はね、ハリマ枠ということで、やだわ、やだわ。高い髪型はね、もうハリマですよ。お、似合ってますよ。ハリマ見てるかな、見てるかな、ね、はい、ということでね、まあ、そんなことないんですよ。もうハリマの、ハリマここにいるんで別に何でもいいんですよ。ヤッホー、ね、タイトルコール。そう、今夜はいつもより1時間オルゴでスタートということで、早速タイトルコールいっちゃいましょうか。はい、それじゃあみんなでいきましょう。ハチミツロケットの8時まで、ハチロケット。いやー、それではじゃあお願いします。メイドっぽく、メイちゃん、今日はメイドっぽくタイトルコール、すぐラーメン屋っぽくなっちゃった。みんなで行きましょう。はちみつロケットの8時から8時分けドーン。イエーイ。さあ、始まりました。88の、今夜は88の課外授業特別編としまして、はい、秋葉原ホームカフェ、アットホームカフェの、本店にお邪魔しております。はい、アットホームカフェさんといえばね、皆さんもご存知の通り、世界的にも有名なメイドカフェです。というわけで、今夜も私たちもね、メイドになっちゃいました。ですね、このメイド服さんはですね、本当にこのお店さんから借りさせて、出たい前に出たい、借りさせていただいたものなんです。わしのこのメイド姿、どうですか？キラわし、わし、わしなの、わし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 、操作してる。わしってやめてもらえます？わしのメイド姿、どうですか？わしって言わないの？可愛くして、可愛くね、ね、そっか、そうだよ、そうだ、わしじゃない、わしじゃない。そう、ソララのメイド姿、いかがですか？ふぅー、ガヤ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 。じゃあ、なんか、ソラちゃんの前に出ちゃったし、一人ずつちょっとカメラの前でメイド姿をお見せしていきますか。はい。でも、なんか何なの？ごめんなさい、慌ただしい、慌ただしいです。はい、ガヤ、一番、アメミヤカノンです。よろしくお願いします。かわいいな、かわいい。溢れる、溢れる、私のメイド笑われるんだけど、なんで？あ、大丈夫、大丈夫、おかえりなさいませ、ご主人様。ガヤ2番、花山翔です。髪型も素晴らしい、素晴らしい。この髪型とかね、多分5、6年ぶりくらいにしたと思う。いいね、久しぶりに。よくってほどかな、たまにやる。おかえりなさいませ、ご主人様。照れてるよ、照れてるよ。森山です、よろしくお願いします。おかえりなさいませ、ご主人様。塚本空です。イエーイ。おかえりなさいませ、ご主人様。ガヤ3番、2のマイカです。なんかいいね。あー、ラストラストご注文は黒猫ですか？うん、おー、ガヤ大きい感出た、本当に大きい感出た。4番、4番ミフです、よろしくお願いします。8ロケの中でメイドカフェに遊びに行ったメンバーいますか？みやちゃんかな？
なんか見たことあるありそうてか働いてそうじゃんまだむしろいやいやいやでも今期のアニメはヌーマーがあれですねメイドさんやりますねお、そうなんですかメイドさんは何ですかそうなんだはいメイドさん見るのは好きですおー、いいよねやるの好きそうだよねやるの好きそうなんかね、モリリーとかねあ、モリリーじゃないや、間違えたモリリーとかさ、昔さあ、そうでさ、メイド服着てたよね着てた2年前ぐらいのハロウィンのイベントでメイドさんを着たんですね、似合ってたよかわいいでも多分さあさあさあね冒頭でも言いましたが、はいはい、今回は課外授業特別編ということでですね、ここアットフォームカフェさんで、私たちがですね、本物のメイドさんから可愛いとおもてなしをね教えていただきたいと思いますいいねそうでねこれもね本物のメイドそうそうなんですよ、 お借りしてね今回はで君ちゃんとかはさなんか夢だったんだよねそう君のね小学生の時の夢がメイドカフェで働くことだったんですよおじゃあ今日はバッチリ学んで借りましょうねちょっと以後もしかしたらあいいじゃん働くかもしれないのでまあね、そんなマルチな、はいね、アイドルになれるように今日は、ねはい、たくさん学びましょうねそうですねはい、ということで私たちに、ね、はい、メイドの今回はね、じゃあ私たちにメイドの作法を教えてくださるね、はい、あの本物のね、あのメイドさんですよじゃあ、それでは呼んでいきたいと思いますはい、アットホームカフェで、給仕している現役のメイドさんたちから生まれたユニットアットセブンティーンからあかりんさん、かにぱんさん、ゆめるさんでーすご主人様、お嬢様のご帰宅ですお帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様私たち、アットセブンティーンですは普段はここでメイドさんとして働いていらっしゃるんですよ、ね、そうなんですよ、はい、さっきまでお給仕していたので、お給仕からお給仕してお給仕してました、すごい皆さんは永遠の17歳ということなんですけど、はい、はちみつロケットにも永遠の29歳とね、いるですよね、しおんちゃんそうそうそう、永遠のアラサー跳ねましょう29歳ですでは、いやいや、全然見えないですよ生まれたて いくつに見えますか？でもお前17歳じゃあ永遠の17歳跳ねましょうねよかったね、しおちゃんよかった、幸せも、ね、そんな花山さんにはですねこの番組の中に色めき立つ花山っていう、うん、あのなんてでしょうしおちゃんが気になっているトレンドとかを、うん、あの発表していく、発信していくコーナーがあるんですけど、ね、楽しみ毎回食べ物の話ばっかりなんですよ。そうですよ。結構待っていて。またなんかトレンドとかファッションとかも紹介してほしいんだけどね。食べ物キャラみたいな。なんか気づいたら食べ物の写真しかカメラローじゃないですよ。すごくわかりますよ。すごくわかりますよ。そうですよ。カメラロールとおさになりますよ。カメラロール担当さんうちにもいるからね。じゃあいつか大食いコンビでも。長いままからこの形にしてすごい、そうなんですよ。
ごいね、しおちゃん食べたいものだけ食べちゃダメですね。そういうところですよ。わかりました、すいません。あー、すごい色めき立ちましたね。勉強になってます、今。はい、ということで改めてアドセブンティーンの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハチロケの可愛いプロフィールが欲しい。おお、嬉しい。はい、アットセブンティーンの皆さんはプロフィールも超可愛いんですね。おお、そう、可愛い。例えばカリパンさん、はい、出身地が北の森のパン工場。そうです、北の森のパン工場から。可愛い。すごい。知る。パンだ。それカリパンさんなんで。そうなんで、カニパンなので、私はいつも北の森のパン工場から出荷されて、このお屋敷まで来てるんですよ。すごい。じゃあ、はい、うちの、ヤバい地元、出身地がね、ヤバい地元から来てるね。そうですね。花山さん、どうですか？そうですね、やっぱ肩に袋を乗せてる人が歩いてる状況、ヤバいですよね。巡り合ったらしいですよ。巡り合ったんですよ、目の前になんか大きい、なんか肩にシルエットがあるなと思って通過したら袋だったんですよ。なんかハリーポッターの世界。そうやって今いるか。ました。そうだ。セブンティーンのね、他にもアタリーさんは血液型がスター型。そうなんですよ。私キラリンワールドから流れ星に乗ってやってきました。待って、この人も流れ星か。実は数年前流れ星乗ってやってきたんですよ。いや、すごい、すごい、共通点がめちゃくちゃあります。流れ星から乗ってスター型じゃないんですか？ちょっと今はちょっと人類に馴染もうと思って思ってます。あ、じゃあちょっと馴染めてないかも。私ちょっと人類に馴染んでないかもしれない。可愛い血液が欲しいですか？欲しいです。あ、でもね、一応この方は無難な大型なんですよね。ありがとうございます。私普通だから。私ノーマル人間だから。そんな夢名さんの趣味はタイムリープ。あ、おお、趣味なんだ。趣味というか、私ここにタイムリープして来てるんですよ、今の時代に。え、すごい。そう、トレンドだから。この今の時代が好きすぎて、もう未来に帰れないんですよ、今。あ、なるほど。この原宿とかでお洋服見たりとか、もう今の時代が好きなんで、もう帰ることを忘れました。おお、すごい。趣味は知らない人の誕生日を当てることなんですよ。怖いですね。ちょっとやばいですね。ちょっとアイドルとしてなんか可愛いプロフィールを考えないとやばいと思うんですよ。そうなんですよ。え、当ててみてほしい。当ててほしい。じゃあ、ゆめなから。ゆめなさんは6月13日。全然違います。あれなんだよね。4月の7日です。あー、全然違って。今日は不調なんですかね。そうです。もらって。あ、もうぜひぜひ。はい、そろそろね、こんな嘘っぱちのねプロフィールはね変えてほしいということでね、じゃあそこで、アットセブンティーンのお三方にね、これは可愛いと思われるような花山さんのプロフィールを考えていただきたいと思います。カリパンさんには、しょうちゃんの出身地。出身地。はい。で、あかりんさんには、はい、しょうちゃんの血液型。血液型。で、ゆめらさんには、はい、しょうちゃんの趣味を考えていただきたいと思います。お願いします。お願いします。頑張ります。花山さんの第一印象や本人のイメージから、なんか生み出されるもので全然大丈夫なので、なんかもう実際とかけ離れてても問題ないです。問題ないです。可愛いプロフィールを考えてください。お願いします。頑張ります。じゃあ、それではスケッチブックが。お、はい。つけましょう。で、ペン。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 してください。はい。あとね、ちなみに参考として八六から夏川先生にもちょっと書いてもらいたいなっていうのがありまして、はい。ほら、どうなの、来るの？ね、じゃあ一緒に合わせて紹介しましょうかね。趣味。はい。でも意外とさ、空ってさ、なんかこないだ七夕のさ、お願い事書くときにさ、なんかなんだっけ、お弁当が全部卵焼き入れ埋まりますようにみたいなの書いてあったの。一週間ぐらい。すごい、なんか卵焼き、その好きなの？そうそう、本当に好きで、それをお母さんに頼んだのね、本当に。ママって卵焼きで埋めてほしいって言っ
たらコレステロールがたまるからダメよって言われた。気持ち悪い。そうだから食べれる日は来ないらしいですよ。悲しい。大人だったら自分でね、うん、勝手に作る。ね、可愛いプロフィールって。ね、なんだろうね。なんだろう、でもしほちゃんってキャラが渋滞してるよね。なんかでも最近なんか流れ星っていう言葉をなんか。あんまり発したくないみたいな。あーね、ちょっと眉毛張ってます言い始めて。どうですか、なんかそんなこと やったことないですよね。全然もうなんか本当に流れ星が好きで、てかもう毎日乗ってきてるので、はい、ちょっとやっぱ自己紹介やった方がいい。かりんさん自己紹介やった方がいい、うん、あ、知りたい。そう、知りたい。やった方がいい自己紹介。キラリンワールドから流れ星に乗ってやってきました、みんなの一番星、せーの、あかりんです。しおちゃんやってみなじゃん。現在の元祖はい、流れ星に乗ってやってきました、夢と現実行ったり来たり、やばいましょうです。よろしくお願いします。目が細いし、なんか目が細い。全然ダメだよ。あかりんさんもう目パッチリだよ。しおちゃんなんかもうなんか目がなかったよ今。めっちゃ笑ったら、ほらない、ほら目ない。はいよ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 。なんで？え、なんで今？あかりーん、あかりーん、しほりん、よし、おかしいよ、おかしいよ。でもこれでしょ。だからこれからだからかわいいね。そうだね、今日この1時間でどんだけ声が出るかって本当に書きました。皆さん書きました。書きました。じゃあまず出身地の方からね。あ、はい。じゃあカニパンさん。私がポンポン、私がやった。そうだね、やっぱりポンポで言うように。はい、やっぱ可愛いの前に。なんで一緒に出さない。私が出して、そうですね、そうですね、はい、やっぱ八ロケメンバーだからやっぱ知ってるよね、参考的なね。それでは行きます。じゃあどのかこちらのカメラでいいですか。それではしほちゃんの出身地でね、誰もいないカラオケボックス。おい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 、私もおやつだ。いちょっと何か色々言われてたでしょ。何誰も見てる形になってる。そういうキャラなんですか。いや、カラオケ、いや、そういうキャラに見えます。見えないですね。優しい。実はこんな感じですよ。え、もう、これはどれだけ。あ、はい、プロなので。はい、プロなので。いただきます。出身地は菜の花畑。かわいい。やっぱり蜂さんなので、なんか菜の花畑かな。しかも私名字花山なんですよ。はい、どうも。すごい、ぴったりですね。ぴったり。菜の花畑からやってきました。すごい。いいね、いいね。かわいい。血液型でちょっと勝負してもいいですか。そうだね。負けた足も可愛く頑張りますね。血液型ドロドロ型。いやいや、何詳しく説明して。ドロドロ型。そう、しほちゃん脂っこいものばっかり食べてるから、そんなんだったらコレステロール溜まってドロドロになるぞ。いや、卵そんな食べてないし。そういうことなんですね。はい、なるほど。可愛いよ。あんま可愛くない。やっぱ可愛くない。可愛くない。おかしいな。じゃあ、正解をちょっと。じゃあ、はい、正解を。じゃじゃん、ロケット型。やっぱね、ハチミツロケットのメンバーなので、やっぱロケット型嬉しい。ロケット型です。いいね、かわいいな。ロケット型です。すごい、どんどんちょっと可愛く見えてきてほしい。わーい、今日最終的にはもう超可愛くなっちゃうの私。本当？じゃあ次は私がもう一回いきますね。はい、じゃあ趣味。はい、じゃじゃん、早朝5時の街徘徊。やばい。どういうこと。おばあちゃん、どこのおばあちゃん。朝5時か。毎回5時になっちゃう。やっぱ早起きで健康的、健康的なんですよ。これあれでしょ、あの今朝、あの今朝とかもあれでしょ、あのカラオケボックスに行ったんでしょ。カラオケボックスで、そのままにいたんでしょ。そのまま、そう、徘徊して、徘徊して、シャルであるカラオケボックスで1曲歌って、曲歌って今ここにいる。そうそう、どんな声優さん。おかしいでしょ。おかしいな。違う、可愛くお願いしたい。お願いしたい。お、可愛いやつ。じゃあ私が出します。じゃん、お人形さんとおしゃべり。あいいね。私はできません。私はできないんですけど、え、もうだってもう顔面が強いから、可愛すぎるから、お人形さんと絶対おしゃべりできる、できると思った。してそう、してそう、してそう。やってほしい。じゃあ今カメラの、あ、じゃあみよ、おもちゃがいると思って。これぬいぐるみだと思う。あ、そうだね、そうだね。可愛いぬいぐるみ、可愛がってあげて、ちゃんと。
あのね、しほね、今日唐揚げ食べたの。何食べた？すごく嬉しいですよね、やっぱり。ということで、今回はそのケチャップお絵かきにハチミツロケットが挑戦したいと思います。楽しみ。いかにね、燃える絵を描けるかがポイントとなっております。おー、挑戦するのはですね、最近料理にハマっているという噂の雨宮かのんさん、リーダー。おー、はい、いいね、いいね。そしてメンバーの中で一番秋葉原っぽい、みふちゃんが挑戦したいと思います。今日も1時間ぐらい回ってきました。そうだね。でケチャップの、あのケチャップでのお絵かきの経験あります？2人とも。ないです。ない？はっちゃんが初めて。そうなんだ。ゆうちゃんは？あの、私ね、あの母の日とか父の日にお料理よく作るので、それで描いたりします。あ、でも嫌だよ、そのお料理はもうぐっちゃぐちゃかもしれない。そうね。期待大でちょっと行きましょう、やっぱり。そうだね、ちょっと思います。いつかのケチャップ特典会とかできる。おー、やりたい。すごいね。ねえ、ちょうどから持参でオムライス。いいじゃん、ね、じゃあそんな感じで、はい、2人には頑張ってもらいましょう。はい、はい、それでは、はい、じゃあまずはね、はい、アットセブンティーンさんに、はい、見本を見せていただきたいんですけど。はい、すごい。待って、見れるの？え、私が見るのを追いかけさせて。得意だもんね。そうですね、私は。まず、アットホームカフェのピピオピオピオひよこサンライスは、卵をね、切り裂くところから始まるんで、そう。ちょっと、上がる。キャー！あ、え、トロトロ？え、その作業もあって。すごい！でも後で皆さんにやってもらいたい。まずその切れたら、マップタッチに割れちゃったけど。マップタッチ。食べたい。いいかな。そしたらこの上にケチャップでお絵かきを実際にしていただいてくれるので、じゃあ今日は私がうさちゃんを可愛い。じゃあ行きますね。どこから今度どう描いてるか。鼻かな？え？耳？え？え？え？すごいすごいすごい。え？すごいすごいすごい。え？うわ！すごいすごい。え、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 すごい。うまいうまい。え、だってこれケチャップで描いてるんだよ、みんな。ね、そうだよね。漫画で描いてるんじゃないんだよ。そうだよね。すごくない？鉛筆持ってるみたいに。すごくない？え、すごい。かわいい。え、かわいい。え、かわいい。嬉しいですね。すごい。え、かわいい。ハートだ、ハート、ハートだよね。ハートだ。え、めっちゃ可愛い。え、可愛い。え、可愛い。え、すごい。あ、そっちにまでちゃんと。そっちも。ね、待って、チキン。え、ナゲット。ナゲット。え、可愛い。え、可愛い。でも、ブレンドがもうなっちゃう。嬉しい。ブレンドまでやってくれる。え、すごい。え、すごい。え、すっごい嬉しい、これ。嬉しい。嬉しい。え、もうそれ自体が一気に可愛くなる。ねえ。え、すごい。え、待って待って。え、やだ。待って。え、嬉しい。待って。これは。こんな感じです。え、すごい。え、こんなに可愛いオムライス。じゃん。え、すごい。可愛い。可愛い。めっちゃ上手。すごい。
成り行きに任せて、私たちも実際に練習とかせずに一発で行くんですよ。すごい。そうなんです。上手になってそうなんです。だから経験だと思うので、今日ぜひぜひ見ていただいて。受けるかな。食べられない。じゃあいただきます。いいな。でもな、そっちゃん怖くて。じゃあ投げとか食べる。みんなどこから食べるんですか。主体だからね。どういう具合いいのか。どんどんいい。じゃあハートからハートから。すごい。あ、ごめんなさい。ごめんなさいっていう気持ち。でも嬉しい。これは私あの卵を切る時点でもらうんだけど。確かに難しそう。ねえ、難しそう。それではそんな彼女ちゃん。おいしい。お、どうですか。おいしい。もうね、普通のオムライスじゃないよ。あれ、なんかもう胸を打たれた気持ちになる。すごい。食べてみな。食べるじゃん。愛を、愛がこもってる。愛がこもってる。愛を感じた。人の愛を感じた。どう、かのんちゃん、みゆちゃんできそうですか。え、もう私卵切る時点から真っ二つになっちゃうし。お、じゃあそれでちょっとやりすぎると全部バレちゃう。バレちゃう。丁寧に結構浅くだけ。じゃあかのんちゃん、みゆちゃんお願いします。じゃあじゃあどっからちょっと真ん中見方が美味しい。あ、じゃあどっからいく。はい。さあ、かけるでしょうか。楽しみ。でもさ、カノンはさ、いつも私のためにさ、ケチャップでさ、愛を込めて書いてくれるから慣れてるはずだよね。ねえ、カノン。ちょっと妄想夫婦でやめてもらってもいいですか。ねえ、カノン。私のためにいつも書いてるもんね。そんなことない。じゃあ、そんなカノンにはね、頑張ってます。ミュウちゃんはね。ミュウちゃんありがとう。ミュウちゃんがナイフ持つことが怖い。怖いね。大丈夫。大丈夫かな。じゃあ、それではじゃあ、行きますか。用意スタートでいきますよ。頑張ってね。はい。それでは、行きます。位置についてよーいドン。これ左利きっぽくない。確かに。本当だ。みゆちゃん大丈夫かな。ちょっと一瞬真っ二つダメだよ。あ、上手いか。上手い。意外と意外とやっぱね、ママとパパに書いてるだけあるね。まあね、まだ書いてない。あ、上手。上手。うまいうまい。メイドできます。メイドできます。え、本当ですか。え、卵のいい香りがする。え、上手。ちょっと何するね。私新人の時こんな綺麗に着れなかった。そうそう。嬉しい。絶対仕事したくなるでしょ。やった。え、うまい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 。それに比べてカノンちゃん大丈夫。大丈夫。カノンちゃん毎日料理してるんだよね。わかんないよ。あれは本当にカノンちゃんが料理してるのに調子ないからね。確かにママかもしれないよね。ママが作って自分が作りましたって載せてるかもしれないよ。確かに。だってさ、女って怖いんだよ。こういうもんよ、女って。そう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 。ちょっと気を取りました。じゃあ、できてから当てようね。当てよう。確かに、ペコの方が出てくるかもしれない。結構グッとビューって出ちゃうね。へー、すごい。かのんちゃん頑張れ。みゆちゃんうまいねって言ってるよ。本当にね。オムライス美味しかったよ。めっちゃ美味しいもん。食べた。本当に美味しかった。一方こっちでは。こっちでは。一方こっちでは。一方こっちでは。ゆめのさん。いいな。ゆめのさん。今愛に揺れてるんで。すごい。え、上手。え、上手。わかるわかる。じゃあ、もっと絵食べよう。あ、食べる。もっと絵を食べたら、萌えってなるんだよ。オッケー、萌えって言われてる。萌え。萌えの。あー。かわいい。誰も撮ってない。誰も撮ってない。ボケモトを食べてくれた。今もえって投げて食べたら、もえもえってなった。かわいい。かわいい。もえ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 ちゃう。嬉しいね。嬉しい。もえもえ残骸なんだけど。いや、え、でもすごい。すごい上手。難しい。いい感じ、2人とも。上手。うまいうまい。なんか全体を使うから、もえ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 ね。もえもえ。もうズッキュンよ、ズッキュン。いっぱいです。もうズッキュン、毎日通っちゃう。ぜひぜひぜひ。お屋敷なんで、もうお家なので、お嬢様だと。いいじゃないでしょうか。お、できましたか。お、できた。それではじゃあ、完成品を。どうだ。じゃあ、まずみふちゃんのから。
はい、いきますか。じゃあみずちゃんお願いします、紹介を。じゃあタイトルをつけるなら、おっと、あ、でもこれでもみんなわかるよね、多分大体の人が、うんうん、わかるかな、わかる。お、おおおおお、怖い、まえにゃん、おー、怖い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 、タイトルのは素晴らしい。ネコちゃん、もう一回、もう一回、まえまえにゃん、いやこれこれこれね、いやすごい、うまい、結構うまかった、もっとこれこれになるかと思ってたけど、え、何だった、すごいやった、じゃあカノンちゃんの方もね、カノン行きましょう。カノン、いつもの効果見せてやって。これを、私もこれをやんなきゃいけないんだ。やってください、私だと思って、私だと思ってよ。それちょっといらないな。え、ソラちゃん、ソラちゃん、はい、私です。あ、ちょっと、もえもえぴょん、あ、あ、やわぴょん、ありがとう。いただきました。何ですかこの絵、何ですかこの絵、何ですか、おめでとう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 、食べたいの、みんな、めっちゃ可愛い、最近にしたの、メタバースだよ、めちゃくちゃいいところ撮った、お姉ちゃん全然好きって書いたの、ありがとう、私も好き、私のために書いてくれたんだよね、もちろん、ありがとう、いただきました、おー、いやー幸せになれる、これは、じゃあね、ということで、え、すごい、どうです、書いてみた感想、みずちゃんは、ね、猫だけど、やっぱ猫が好きだから、そうそう、あとね、さっき書けるかなと思って聞いたら、猫ちゃんとうさぎちゃんが可愛く見えやすいっていうのを教えてくださったので、猫描こうと思って、お、のんちゃんはうさぎにしてみました。しかも目がハートになってる、可愛い、ハートいっぱい、このポイントだね、みんなお前に上手に描けない、本当にね、でもすごい好きって書いてる、ね、ねえ、じゃあそれだけ、わかんないよ、もしかしたらこれ無心で書いてたかもしれない、確かに愛情が入ってたから、わかんないから、じゃあもうキミノさんと、やっぱ食べて、じゃあキミちゃんはミユちゃんの、はい、やっぱ、いただきます、よっしゃー、で、そして私たちはキミノさんの愛情を食べます、いただきます、いただきます、ミユちゃん、愛情を食べます、ありがとう、カノ、やったよ、やっぱ、キミノさんの愛は一番だ、嬉しい、もう、美味しい、今のはね、メイドの中でも絵がうまいもんね、そうですね、割と絵がどう、キミちゃん、美味しい、愛情こもってる、こもってる、あー、たくさんこもってる、そうちゃん、大丈夫、食べますね、はい、何を言ってるのかな、何言ってるの、どう、愛情こもってる、あ、そう、何言ってるのかな、愛情を持ってたということでね、じゃあめっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそうに見える、じゃあね、あとセブンティーンさんに、ゆめのさんに決めてもらいましょうか、そうだね、違う違うよ、えぇ、よりもう食べちゃってないですよ、食べちゃってない、そうだね、え、どうしてもう決着つけられないぐらい二人とも頑張ってたのね、こっちのこっちが良かったなんで、お互いのいいところとか、いやもうね、この猫ちゃんとか卵にね、こう、うん、ひよこさんにね、あの全面にそう、あのね、猫ちゃん描いてくれたりとか、こっちもね、目がハートになってて可愛かったんですけど、やっぱちょっと好きには負けちゃったかな、あー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 やられました。なるほど。さすがです。リーダー。え、嬉しい。なんか認め、働きます。ぜひ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 。リーダー芸人ということで。あ、もうこっち専属なの。ちょっとセンターがいないとダメよ。ハリーもがいないと。ハリーも。私がセンター。怖いですね。はい、ということで、以上、ケチャップお絵かき選手権でした。続いてのコーナーよ、はい、あ、もう口に頬張ってますね、はい、はい、はい、君の舞香の目指せジキピンムチャブリピンク、ですね、このコーナーですね、はい、ちょっと私、君の舞香が映ってね、あらゆる無茶ぶりに可愛く対応して文化祭の女装品人みたいなアリーさんのような完璧なアイドルになるため、うん、チキピンクの座をこの手で掴もうというコーナーやっております、
チュエーションで対決。そう、今回はね、アットセブンティーさんとメイドのシチュエーションで対決したいと思います。おお、負けられないですね。どうだろうね、メイドのシチュエーションってこんな、なかなかだよね。いや、でもね、やっぱりここはメイドさんなんで、うん、ですね、私、君のマイカが、うん、アットホームカフェ、アットホームカフェ屋さんと誰かと対決をして、今回決着をつけたいと思います。おお、誰だ誰だ。じゃあどんなシチュエーションで、あれですよね、なんか今、はい、今出てますよ。今出て、ちょっとこっち側に出てるんですけど、今映すとここっちだから。はい、はい、このおばさんたちの店なんですけど、ノーマルのお店です、こちらを。はい、お、これをどれだけ甘いお水に変えられるかというコーナーになっております。そうですね、オリジナルの萌えという言葉でね、萌えという可愛いお言葉。あ、これお水なので、え、こっちのさ、銀の筒は何？そうなんです、これはこれはフリフリさんとかに、これお水じゃない、これは水じゃないの、これは、これはね、今来ました。何何、これはフリフリさんとかミックスジューチです。おー、ミックスジューチ、これは萌えなんで、もうね、そんなに間違えてるから、ダメダメだよ。フリフリシャカシャカミックスジューチュ、おいおいおい、ミックスジューチュ、ミックスジューチュ、ミックスジューチュです。そのちょっとフリフリシャカシャカのとこ実際に、あ、あ、お手本をまずお願いします。リーダーの赤リーダーの、はい、やっぱこっからでも戦いは始まってるからね、キミちゃん。ではでは、まあ見ての通りこちらのジューチュなんですが、まだ透明色なんですよ。透明色なので、今からご一緒にフリフリシャカシャカしていただいて色をつけていきたいと思います。ですがちょっと私魔力が弱くて綺麗な色になるかちょっと不安なので、お嬢様方も一緒にお力を貸してください。もちろん、はい、はい、では私がフリフリと言いましたらフリフリ、シャカシャカと言いましたらシャカシャカというように同じ言葉の追いかけっこをお願いします。はい、はい、では萌え萌えと言いましたら萌え萌え、バッチリです。そんな感じで言葉の追いかけっこしてフリフリシャカシャカしていきたいと思います。はい、はい、はい、では気合を入れるためにキュンキュンポーズをご一緒に撮っていただいていいですか。キュンキュンポーズ、バッチリです。はい、ではいきますよ、せーの、フリ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 シャカ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 、萌え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 、キュン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 、ニャン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 、ワン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 、リン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 、アカリンアカリン、おいしくなれおいしくなれ、萌え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 、バッチリでーす。やったー、めちゃくちゃ上手、すごい上手、あかりあかりあかり、ポイントですね、自分の名前をこう入れるのが結構ポイントになってきます。萌え萌え萌え、しほりんなんで今弱がっちゃうから、マリオさん、マリオさん弱がっちゃう。でこちらのジューチなんですが、何色が出てくるかまだ分からないんですよ。はい、なのでちょっと何色が出てくるか予想してもらっていいですか。はい、アカリンだから水色。おお、そうなんですよ、水色がちょっと好きなので、どうかな、水色かな、水色かな、あー、高かったのかもしれない。すごい。関係ないから、それ今アカリン、今アカリン、今アカリン、そうだよね。ええー。萌え萌え、どうでした？萌え萌え、可愛い。あ、じゃあね、今回のね判定はちょっとアメミヤさんにやってもらいたいので、はい、これを踏まえてじゃあ、そうね、キミノさんにね負けないように。じゃあアカリン、アカリンさんに負けないようにじゃあキミちゃんにもね同じようにやってもらいましょうか。大丈夫？ちゃんと色出せる？そうだよ。負けないように。でもね、できたらどうしよう本当。君ちゃん、おいしくなーれ、おいしくなーれ。
と思う。君ちゃんピンク好きだからね。どうだろうね。じゃあ行きます。あ、めっちゃ甘かった。キラキライエローです。これは愛の力です。すごい。たくさん入れたので。やばい。萌えの泉から。
さすがプレミアム。じゃあ一方、君のマジックにかかったこの怪しいお水を飲んでみた。気をつけて、気をつけてリーダー。あれ大丈夫。おいしいごだ。おいしいごだ。代わりに飲んであげる。いただきます。少女は何でも食べるんだ。おいしくない。海水みたいな。やっぱ愛が大事だ。君のマジックじゃダメだ。ダメだ。ごめん、間違えて胡椒入れちゃったかも。じゃあ食べるので、甘くなるお水はやっぱカニパンさんのこうコールがすごい素晴らしかったので、やっぱカニパンさん。やったちょっと君のマジックはちょっと考えてないかも。そう、そうか、そうか、そうか、確かに。あのカニバンさん、ちょっと勝ちましたけど、はい、嬉しいです。やっぱりメイドとして長年続けているので、カッパンを受けられないなと思います。かっこいい、はい、じゃあね、もうなんかまた来れるように、またこの、そうですね、甘くできるように次を頑張りましょう。できちゃう。じゃあ次、ハリマがいたらこれをやろう。ちょっとデイジすんの。怖い。ちょっと今度苦いなってくるかもしれない。やばいやばい。まあでもちょっとね、今回で、ね、またかわいさんと、かわいさとこの魔法を使えるように、うん、これからちょっと頑張っていくので、はい、ありがとうございます。わあ。以上、君の前からの目指せチキピンムチャブリピンクでした。それでは、ここでアットセブンティーンさんがお楽しみ会を披露してくれるそうです。何それ。お楽しみ会。お楽しみ会。お楽しみ会。じゃあ、準備の方お願いします。ちょっと、レアにこれを飲みたい。私、これ飲みたい。バナナ。いただきます。いきます。今の私もこのさ、じゃあさ、準備がさ、終わるまでの間、じゃあ、しほちゃんが、おかえりなさいませ、何々様ってね、見てくださってる、あ、お客さんの名前を呼ぶのはどう？あ、え、いいですか？じゃあ、皆さん、コメント待ってください。コメント、見てるじゃん。もう、ドジッコメントやめて。やばにもかかった。もう、泣きそう。しほちゃん、しほちゃん、あ、見せない、見せない、見せない。でもね、コメントがまだ来ないの。私に呼ばれたい方、コメントお願いします。じゃあ、私の名前可愛いって呼んで。サラちゃん、サモト、サラちゃん。うえ、なんで。なんで、なんで、なんで、なんで。ほら、お帰りなさいませ、塚本様。あー、惜しいよ。お帰りなさいませ、塚本様。わしごりです。おいおいおい、何も言わないのかい、何も言わないのかい。ちょっとやっぱダメだね。すごい、よ、なんだ、え、これ名前をさ、書いてあるの読んでていいの。うん、行きます。赤三河星さん、お帰りなさいませ、赤三つ星様。美しい、これ名前。早いぞ、早いぞ。お帰りなさいませ、リングスター様。おお、いいよいいよ。それっぽくなってきた。受験生頑張らないさん。おお、いいよいいよ。お帰りなさいませ、レンさん。おお、お帰りなさいませ、ココナさん。おお、お帰りなさいませ、あやかさん。お帰りなさいませ、シューマさん。おお、お帰りなさいませ、ピートさん。お帰りなさいませ。あ、もう大丈夫です。もういらないから。もう中いっぱい。もう中いっぱい。もう中いっぱい。いっぱい見たよ。コロネ大丈夫だよ。ちょっとコロネ言うなし。さあね、準備ができたそうです。アットセブンティーンさんのお楽しみ会です。どうぞ。
しい、すごい可愛かった。ありがとうございます。可愛い、あーもう幸せ満腹です。すごい覚えてくれた、すごい覚えてくれた、一緒に踊ってほしい。すごい、ありがとうございました。すごい、うわどうしよう、ね、カリパンさんが指差しもらった、はい、で私もユメナさんからもらった、あー、ナカリンからもらった、幸せ、幸せ、メイドカフェっていろんなことができるんだね。すごいですね。お給仕してる間にいきなりちょっと暗くなってお楽しみ会とかをしちゃったり、それも楽しみですね。ワクワク、改めてありがとうございました。私たちアットセブンティーンのフィフスシングルのリリースイベントがただ今行われておりまして、10月の23日HMV 渋谷ブックス渋谷店様にて行われるのと、あと11月28日のタワーレコード川崎店様にもリリースイベントを行わせていただきますので、お時間ある方はぜひお越しください。夏のカナリアです。よろしくお願いします。そうなんですよ。すごい、買います、買います、はい、そして私たちアットセブンティーンの公式 YouTube チャンネルもございますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録してどちらもね、もう見てください、ぜひ見てください、よろしくお願いします。セブンさんありがとうございました。ありがとうございました。やりますか？やりますか？あのコーナー、やっちゃいましょう。簡単だからやらなくていいかなと思ったんですけど、やりますか？みんなやりたいの言うから、久しぶりに花山志保の単身カブチャ占い。どういうコーナーですか？このコーナーはですね、今から私が3つの単身カブチャを出すんですけど、そこでそこの3つの中から皆さんに選んでもらいます。で、その中から私が明日食べたい順番で運勢が良くなるという占いです。おー、なんか分かってない。だから私と同じものが食べたいと思ったら明日超いいことあります。しおちゃん目めっちゃ細い。ねえ、なんでそれ。じゃあ早速始めますね。お願いします。はい、ですね、本日の変なテロップしか出ないわ。違う、機嫌が悪いとか、機嫌が悪いのは以前のことです。はい、早速、はい、今日のさ一番最初のメニューはこちら、天使のふわとろオムライス。さっき食べたよ、はい、ね、さっきの食べていただいたのはもうめちゃめちゃ美味しかった。おかわり、おかわりですね、おかわりいただきたい、ね、から食べたかったね。はい、そして2番目、元気もりもりもりのミートソース。かわいい、かわいい、名前がいいね。え、今日はちょっと可愛くしたの。お、いいじゃん。あ、このメイドカフェにあります。まぜまぜパスタが、まぜまぜパスタ。はい、じゃあ3番目は愛で牛と煮込んだカレーうどん。カレーの批判してた。本当に舐めてるよね、あれ。本当に謝ってほしい、謝って、そういうのやめよ。ねえねえ、待って、本当に誠に雨宮カノンがすいませんでした。なぜしょうちゃんが謝った。そうですね、うちでハリバっていうね、あのもう今いないメンバーが謝ってくれてる。かわいい、かわいい、謝ればかわいい、謝ってくれたんですよ。雨宮さんが謝った方が上手かもしれない。いや、いらないです、謝罪アイテムとかいらないです。じゃあ、定評、定評タイム。皆さん、オムライスか、ミートソーススパゲッティかカレーうどんです。おっ、でオムライスの方いますか？はい、オムライス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 、美味しかったし、美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった。じゃあ次の、スパゲッティの方。はい、おお、すごいじゃん、よかった。まるまさ、はい、続いてカレーうどんの方。そうですね、同期だもんね。さて、じゃあ早速今週の1位を発表したいと思います。おっ、1位から発表します。かっこいいね。2位から発表します。これ何なの？じゃあ元気もりもりもりのミートソース。良くも悪くもですね、良くもなく不可もなくってことなんで、まあいいことありますけど。良かった、カリパンさんはいいことあります。あ、やった、怖いな、怖いな。ここから1位を発表したいと思います。お願いします。じゃらら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 、天使のふわとろ。やっぱりね、今ここでオムライス
スを食べてめちゃくちゃオムライスまた食べたくなったので、食べたかった。明日やっぱ食べたいかなって思いました。いやー、美味しかった。仕事は去年の頃3位の愛で牛丼煮込んだカレーうどんを選んだ皆さん、3位でございます。でも大丈夫、ここアットホームカフェに来てオムライスを食べたらきっと結局そのオムライスになります。なんかさ、おかしくない？カレーうどん食べたいからカレーうどん選んでるの。そうさ、あんなにのこと文句言っといてさ、カレーうどん食べたい。違うの、ここのオムライスが本当に美味しかったから。でもわかる、本当に美味しかった。本当に美味しかったよね、うちら。もう夢中になって食べてたんだね。だから皆さん、ぜひアットホームカフェいらしてください。いやー、さてさて早いもので、そろそろ21時になってしまいましたね。めっちゃ早いわ。それではじゃあ恒例の MC 当番を決めたいと思います。はい、おー、じゃあいつものようにトランプで決めたいと思います。私たちが引くんです。誰が引きますか？出たメンバーがね、そうだね、そう MC をやるんですけど、今日は誰が来ますか？じゃあ、なんか一番ちょっとメイドが似合ってるみゆちゃんとか。あ、似合ってる？似合ってるよ、本当に似合ってます。うん、似合ってますか？トランプはこちらです。トランプはこちらですね。きます。すごい強烈なシャーミが。おー、4番、キミロ。4番はキミちゃんです。じゃあ、キミちゃんが来週の MC 当番です。はい、よろしくお願いします。はい、さあね、今週はここまでです。今週も見てくださってありがとうございました。スペシャルゲストのアットセブンティーさん、いかがでしたか？いや、とっても楽しかった。楽しかったね。萌えを逆にもらった感じ。もらった、すごい、メイド服が似合う。似合う、すごい。大丈夫ですか？この脇のセルフですか？おいおいおい、いやいやいや、お子さんのコスプレ感がめちゃくちゃ笑い。永遠の17歳です。ちなみになんですけど、ここのこの6人の中で誰が一番人気になりそうですか？引き抜きをね、ここで働いたら、引き抜きたら、引き抜くなら、え、みんな引き抜きたい。え、なんか選ぶなんてできないけど、やっぱ高いツインテールで、キャラがすごいいいから、なんかギャップ萌え、やばい、今日最高、面白かった。力もありますね。でも私的には萌え萌えにゃんもなかった。ありがとう、結構売ってるよ。確かに、ほんとに選びたくない。選びたくないよ、選びたくない。じゃあね、またみんなでアットホームカフェに行きましょう。そうですね、行きたい。私たちもね、遊びに来てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。ほんとにありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそれでは最後にタイトルコールをするので、ちょっと見よう見まねで一緒に見てください。じゃあ始めてください。はい、それじゃあ最後みんなで行きましょう。はちみつロケットのはちじまだ、はちロケー。